折りたたみ自転車旅、折りたび。皆さんこんにちは、ケンです。今日はダホン K3 で名古屋市まで輪行したいと思います。ちなみに泊まりです。都会の方でゆっくりしようかなと思って、荷物ね、結構この中にマミの着替えとかも入ってるんですけども、8キロから10キロあるかな。 K3 の輪行袋に車台を入れたいと思います。で、今日の目的地は栄です。名古屋と言ったら栄ですよね。栄に到着しました。今から折りたたみを組みたいと思います。ちょっと組みやすい場所まで行きたいと思います。ここは広くて組みやすそうですね。ここでやっていきたいと思います。マミと合流したいと思います。今日はホテル予約してありまして、荷物が重いのでまずはホテルに寄ってから観光したいと思います。多分この通りだと思うんですけどね。ここゴールドステイホテル栄、ここです。今日泊まるところはここです。結構新しいホテルかな。番号が現れた。よし、今日がここ泊まるホテルです。ゴールドステイ名古屋さんからの提供で、このホテルに一泊させていただきます。で、ここはもう本当に栄駅から歩いて3分ぐらいのところにある、もう都会の中にあるホテルなんですけど、名駅も10分ぐらいで着きますし、まあ、あとオアシス21とか、まあ、栄の、まあ、観光スポットにも5分ぐらいでアクセスできるようなすごいいいとこなんですけど、で、ここ結構広くて順番に案内していきましょうか。何よこれ。ここ4人か、4人泊まれますね、普通に。ちょっと僕友達少ないんで、本当はもっと呼んでいいよって言われてたんですよ。6人までなら、他にも部屋がいろいろあるらしくて、6人部屋とか、今回ちょっとね、こんなご時世なんで友達呼べなかったんですけど、2人今日はマミと2人でこの4人部屋を抑えてもらいました。すごくない？広くない？もっとすごい部屋とかあるから、だから家族とかで来るのすごいおすすめ。ここびっくりした。で、これ地図なんですけど、今言ったようにその名駅まで10分とか、あとオアシス21っていうところがあるんですけど、ここも結構愛知県来たら見ていくのおすすめですね。で、あとテレビ塔とか、なんかエッフェル塔みたいな感じのところあるんだけど、
周辺にはめちゃくちゃこういう風にアクセスしやすい感じですね。このホテルやっぱそのビジネスホテルっていうよりはファミリーで来るのをおすすめしたようなホテルなんですけど、まあ、こういう風にキッチンがあったりね、これも飲んでいいってやつ、レンジとか冷蔵庫とかあります。ゆっくりね、あの料理したりとかパーティーしたりとか、そういう使い方もおすすめですね。お風呂ここに、そう、広い、子供連れとかにもいいよね。トイレめっちゃ綺麗、金色の壁いいよね、結構、うん、トイレ綺麗です、清潔感あります。はい、ということで荷物置いて私は観光して、自分はどうすんの？ここゆっくりのんびりする。めったに来ないからね、栄なんて、うん、ケースリム持ってきてるし、あのちょっと観光していきたいと思います。やっぱし走りづらいですね。名古屋科学館到着です。これが名古屋科学館だ。
椒なしと胡椒はちょいあり少なめと梅酒少なめ。どうでした？快適やった。快適やったよね。じゃあ名古屋観光たくさんできたのですごい良かったです。以上です。ご視聴ありがとうございました。